うわー、何これ。どうも、古民家チャンネルの村長です。もともとは DIY チャンネルだったのに、こんな白い玉がガン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 出るもんだから心霊チャンネル化してしまった古民家チャンネルでございます。今回の動画のタイトルは、ここが霊道。何言ってんですかって感じですけども、霊道じゃないかなと思うところを発見しました。まずはこちらの動画をご覧ください。どうぞ。はい、カーテンが勝手に揺れてますよね。どうせ風吹いただけでしょってみんなね思ったと思うんですけども、これはね風じゃありません。決定的な証拠をつかみましたので、まずはこちらをご覧ください。はい、こちらの動画は最初に流したカーテンが揺れてる動画の別角度の動画になります。今ね映ってるこのカーテンあるじゃないですか。このカーテンの右側がさっきの部屋になります。どうですかこれ、カーテン揺れてないですよね。ちょっとこのままじゃ分かんないので、とりあえず倍速してみようかと思います。どうぞ。これね倍速してるんですけど全然揺れてないですよね。ってことはこの部屋に風は吹いていないってことになります。で、鏡の横にある風鈴も動いてないので風は吹いていないと。ちょっと雲の巣が邪魔でね、申し訳ないんですけども。そしてもう一点不思議なものがありますんで、次はねこちらをご覧ください。はい、これはねアプリの画面になるんですけども、見てください、人物検知って書いてますよね。最初に流したカーテンが揺れてる動画は人物検知をしたため録画されたものになっております。動作検知じゃなくて人物検知、これはやばいでしょう。ということで現地に直接行ってみましたので、 VTR をご覧ください。どうぞ。はい、今日は3月21日朝7時13分でございます。昨日ねカーテンが揺れてたんですよ。しかもただ揺れてるのはいいんだけど、人物検知って出て揺れてるんですよ。まあ見ての通り、普通の家ですんで、あんなカーテンなんか揺れるわけないんですよ。なんですけど、カーテンが揺れてたんで、今回ちょっと調査してみようということで来てみました。特に異常はないよね。まあなんだかわからないっていうことなんで、今回これを用意しました。自動点灯装置。暗くなって人が近づくと自動点灯。これでもし何かが映っちゃったり、まあ霊的なものが来たとしたら、これが光るんじゃないかということで今回用意させていただきました。置くところがね、ここのカーテン動いてたからこの辺にしようか。なんか変なドアも映ってたし。で、あとは、この辺の入り口。いつもね、決まった時間に人物検知でここの辺が反応するんですよ。ちょっとこれでね、様子見ていきたいかなと思います。なんか映るかな？どうでしょうね。ちょっと楽しみでもあり、恐怖でもありって感じなんですけども。じゃあちょっとこれでしばらく様子見ていきたいなと思います。はい。ということで、センサーをつけてしばらく様子見たんですが、結果は、全く反応なし。これはもう残念でございます。センサーライトっていうものをねちょっと検索してみたんですけども、そしたら熱が移動した時に反応するというものらしいんですよ。つまり熱がなければ反応しないっていうことになっちゃいますね。過去動画でこの家にサーモグラフィーカメラを設置して観測してたんですけども、全然反応しないんですよ。なのでここにいる者たちは
熱を帯びていないということになります。熱には反応しないけど、トリフィールドメーターっていう磁場測定器は割と反応してたんですよ。なのでね、ちょっと磁場測定器手に入れたんですよ、最近いいやつ。なので今後は磁場測定器を持ちながら、このふわふわしたのが出た時に私村長が突っ込んでいきたいなと思っておりますんで、まあタイミング合わなきゃね撮影できないんだけど、これもねえいっつって出せるもんじゃないんで、運よくこういう症状が出た時に私がいれば、その測定器を持って突っ込んでいきたいなと思っております。とまあこんな感じで、ここが冷凍だっていうような動画になりました。そして最後、めちゃくちゃ恐ろしい動画を用意しておりますんで、最後そちらの動画をノーカットでお届けして終わりたいと思います。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。